はい、皆さんこんにちは、キンキです。今回はね、最近動画のコメントなんでなんかランクマップの守り方がわかんないんで教えてほしいですみたいなね、質問がすごいあって、で、そのランクマップの中でも多分一番なんかみんなが疑問というか、まあ悩みながらプレイしてるのがやっぱ新マップと、あとこの国境のこの2階防衛ラウンジオフィスじゃないかなというふうに思ったので、展示オフィスの防衛の仕方について説明していきたいと思います。まあこれあくまでね、一つ例と、まあどういうのが辛くて、どういう守りがいいのかっていうところの話なんで、まあ正解ではないんでね、いろいろ皆さんでね、試してもらったら、まあそれがレインボーシックスの醍醐味なんで、と思うんですけれども、まあ前置きはさておきやっていきましょう。まずこのラウンジと、展示とオフィス、この3箇所が基本的な防衛エリアになるんですけど、一番辛い相手のムーブとしてはやっぱりここの、バリケード、ここをビアードでラペリングされるっていうのはやっぱ辛いんですよね。で、これをまず対処してあげる方法、これのアンチを考えてあげないと、基本的にはまずこのマップの防衛っていうのは話が進まないっていうのが、まあ、基本的な考え方になるのかなと思います。まあ、考え方としてこの対処方法2つあって、まあ、1つ目が、しっかりとここと打ち合って戦っていく方法を考えるっていうのと、2つ目がそもそもこの通路を使わないっていう2つの方法があるんですね。で、今回は、この通路としっかり戦いつつ、まあ、あんまりガンガンこの通路は使わないでみたいな、ちょっとバランスいい感じでの守り方を提案していこうかなと思います。はい。で、まずですね、前提としてここのラペリングを相手がしっかり使いこなそうとすると、やらないといけないことがあって、っていうのが相手がですね、この窓とこちらの窓ですねを十分に利用できることっていうのが前提条件になるんです。で、これは何でなのかっていうと、もしもここのテラスに敵がいない場合、ここから飛び出して普通にラペリングが借りされるか、借りされちゃうかですね。で、これを避けるためにビアックビアードをラペリングする場合、基本的にここら辺には必ずね、敵を配置していかないといけないので、逆に言えばここの敵を無力化、もしくはしっかり圧力かけてあんまり動けない、まあ、しっかり取れたよっていう状態にさせなければ、実はあの場所のビアードって猛威を振るいにくい状況にはあります。それじゃあどうやっていくのかっていう話で、ですね、よく今まで従来の守り方で皆さんやるのは、よくやってるのがここ3枚補強して、で、ここ1枚を補強して、真ん中ですね、ここを補強、ここを補強かな、で、ここにローテアナつけて、ここに1、2、3って感じでやるんですけど、これってクラン戦火矢が考えた守り方で、基本的に5人連携が前提となってるんですよ。なんで結構むずいんですよね、この守り方って。で、とりあえずパッと2人ぐらいで強い守り方どうやったらいいのかな、例えばキャッスルとミラー2人でパーティー組んでってやってる場合だったらどういうのが一番いいのかなと思った時に、僕が提案するのがここ2つ補強して、で、ちょっとミラーの反応が大きくなってきて、ここ2つ補強して、で、この状態でここにミラー設置、これしゃがみでもいいです正直で、ここにミラーを設置して、ここは3枚補強せずにここしっかり上げちゃいます、足元をガーンと。かつ、ここから飛び出してこの廊下に対してプレスかけれるのがめちゃめちゃ強いんで、ここを通れるように穴開けちゃいます。ここが穴開いてるだけで、右側にいる人間がここをとりあえずずっと押さえておく必要があるんですよね。そこで飛び出してくる優秀さの可能性があるから、かといってここずっとピーキングしようとしてると、やっぱミラーがあるんでなかなかここのピーキングってやりにくいんですよ。なんで、まあ、ここしっかり開けちゃいます。で、一応ね、これ両方とも開けてる、両方ともってこっちは補強するって言ってたんですけど、別に両方開けてもまあいいのかなとは思います。まあ、僕は両方閉めた方がいいかなと。こっちは閉めるのはね、必要ないんですけどね、ここを閉めといた方がいいかなと。まあ理由としては、ここ開けられると、要はこの間の移動ができなくて、ここでもう完全に閉じ込められちゃうんで、それはそれで、例えばモンターに落ちてきてここ閉じ込められてるって逃げもできないし、なんか何もできないんで、まあここも補強しといた方がいいかなというふうには思ってます。はい。で、とりあえずこの射線を作ることによって、まあ、まず一方的にこっちから撃てますよねと。ロング進行を一旦簡単に見ることができて、かつめちゃめちゃ有利に作ることができますよねっていうのがこのミラーの一点ですよね。で、ここを開通するってことはこのミラーのおかげでできるんで、ここを進行してこうやって撃って、まず E 側の敵を追い出すことができます。 E 側の敵を追い出せばあとは簡単で、この N 側にいる敵を追い出すことができれば OK なんですよ。で、この時に、プラスアルファここも補強されているんですけど、いつもここもぶっちゃけ僕は開けた方がいいと思います。こんな感じで、で、これ理由としては、まあ、通れる穴じゃなくて車線通る穴ぐらいでもいいと思うんですけど、どっちでもいいですかね、通れる穴でも車線通れる穴でも。まあ、理由としては、やっぱりここのプレス
どうなんですかね、ここを入られるためのここをこうスッと入ってこられるリスクと、ここに車線通してワンチャン狙える、プレスが狙える、相手にプレッシャーを与えられるっていうリターンで考えると、まああのフルパでやってるんだったら開けといた方がいいかなと。ソロランとかツーパだったらまあ閉めちゃってもいいかなっていう感じがしますね。でこっからが重要なことなんですけど、キャッスルをですね、通例通りここに貼ります。ここはまあ一緒ですよね。でここローテはないつも開けますけど、これ正直僕開けない方がいいと思ってます、ぶっちゃけ。でこれなんで開けない方がいいかっていうと、受注力ここっても割られるんですよ。でここは完全に全部締め切っちゃって、でその代わりどうするかっていうと、ここ開いた時に対処できるようにここにあのミラーをつけてあげる。でね、これ確かね、左側がね、ミラーつけれるようになって、右側はつけれないんですよね。若干、わかります？若干ね、右側の方が狭いんですよ、板が。これこっちの判定はミラーが作れないんですけど、こっちはね、ミラーがつけれる判定になってて、これアップデート変わったんですよね。はい、こんな感じで、こうすることで確かにここからの車線若干足元怖いんですけど、それさえ注意すればここでビアードと打ち合うことができるんですね、こうやって。でここでビアードと打ち合うことができれば、この中にいる人間がそんなにビアードと脅威感じなくて済むし、しかもそもそもここにミラーあることによって、このイースト側のプレッシャーをいっぱいかけれることができるんで、ビアード自体そもそも安心してラペれないから、まあ基本的にここが半無力化できちゃうよねっていうような考え方になります。でこれでとりあえずラウンジオフィス、は展示はこれで OK なんですよ。でこっからが重要で、次、相手が脅威になってくる立ち回りっていうのが、やはりこの W 側からの爪と、あとこのドラゴンの爪なんですよね。でここやっぱり強くて、それの対処をしっかりしてあげないと、まあどうしようもないかなっていうのがやっぱり現状の、この国境の高層ビルの、まあ、立ち回りなのかなと思います。でここの対処なんですけど、まあ、まず、対後からの敵に対して一番早いのは、ここにキャッスルを貼ってあげるっていうのがめちゃめちゃ強くて、これなんでめちゃめちゃ強いのかっていうと、キャッスラーってこのポジションに入ると、ここ見えますかね、これ相手からどういう風に見えてるかっていうとね、はい、こんな感じなんですけど、何も見えないでしょ、ほとんど。でこれで下半身膝下まで全部見えちゃうんですよ。なんでここで火力の高い銃、まあ、別に正直 UMP って全然抜けるんですけど、を置いておくと、ここが一気に無力化できるんですよね。でこれがとりあえずめちゃめちゃ強くて、ここにこうやって置いとくだけで全然勝てますよねっていう、これちょっと強いんで、まあ、使った方がいいですよねっていうのが一つです。であとプラスアルファ、こっちのミラーでこの3枚の補強使ってないじゃないですか。であそこの補強も使ってるか使ってないか分かんないですけど、すると結構補強壁が今回余るっていう点があるんですよね。でしかもこれ3枚とも閉じ切るっていう前提だと、ここも正直補強する必要ないんですよ。じゃあ1、2、3、4、5で、まあ、向こうに6枚使ったとしてもあと4枚余るので、4枚のうちの3枚をこのここのね3枚に使ってあげれば、あのここか、4枚を使ってあげれば、よりここのキャッスルのこの穴がよくね、あのアンチとしてここら辺からこう上げてこうやって戦ってくれってやつがあるんですけど、それがないんで、まあ、まあより戦いやすくなるかなっていう感じがありますね。まあ別にここはお好みでいいと思います。もしくはこの芸者を補強しちゃって序盤芸者守ってもいいと思いますしね。まあこんな感じで戦えばいいのかなというふうに思ってます。はいはい。でですね、続きなんですけれども、ラウンドがちょっと交代しました。まあとりあえず一旦これで太鼓進行と、こちらのねイースト側の守りっていうのは基本的にはこんな感じで固まりましたと。でこっからドラゴンの敵をどうやって倒していくかって話なんですけど、まあ僕がおすすめなのはここに、まあ、これもう正直最初から全開けしちゃって、でここにもうシンプルにマエストロ1個組んでおいてあげる。マエストロの EB ライをこれ置いてあげて、これで普通にスキャンしながら戦うのが一番強いんじゃないかなと思います。まあここに入ってもいいし、縦置いて、ここに縦置いてこうやって入っててもいいし、ここに縦で入っておいておいてもいいし、あとはここに入っててもいいし、ここに入るのも強いかな。ここ空いてるんで、ここに入ってこっち側からピークするのも結構強いかなと思います。でこれで基本的にこうやって戦っとけば、まあ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 正直そんな化けることはないのかなというような感じですね。であとまあまあまあケースバイケースなんですけど、ここ補強してないんで、ここをしっかり開けてあげて車線通して、さらに横からのプレッシャーもかけれるようにしておくっていう感じでやっててもいいのかなとも思ったりします。
で、ここね、3枚針は補強するか補強しないか結構まあお好みで、まあ補強しても全然いいと思うんですけど、補強しなくてもありだと思っていて、その場合はここをがっつりこうやって車線通しちゃって、作業させないっていう風にしてもいいかもしれません。で、この利点はそもそもこの下をね、足元を撃たれる可能性があるんで、まあドラゴンっていうのはしっかり前で前で戦っていく必要があるんですけど、まあそれにプラスアルファここ空いてると、結局その、なんていうんですかね、中は敵がこの中に入りにくいんで、シンプルに。ここで伏せにくいんで、まあいいんじゃないかなと思ってます。ただ補強しても全然ありなんで、ここら辺はもうアパートに合わせてって感じでやっていけばいいのかなというふうに思ってます。はい。で、あとプラスアルファで言うと、ここも絶対開けといた方がいいっていうのがあって、ここはなんで開けといた方がいいのかっていうと、さっきのミラのポジション。このミラのポジションからですね、ここを開けておくと、ここからミラでね、こっちの入りも見えるんで、結構、1個のミラで有意義に戦うことができるっていう。で、しかも仮にここね、ミラ割れたとしても、こういう感じで戦えるんで、割れても強いっていうのが、ここのミラの利点ですね。ここは足元しか開いてないんで、射角的には一方的に見える。で、ここは頭1個でこうやって戦うことができるんで、まあ、相手からするとかなり辛いですと。で、入られたとしても結局ここで頭1個こすりできるんで強くて、かつ、ここがまだ閉まっているのであれば、ここでも頭1個できると。だから、ここら辺とかも開けといて、よいしょ。置くと、カウンター使ってここら辺も頭1個で戦うことができるんで、まあ、強いっていうね、こんな感じになってます。まあ、これ、大体ね、高層ビル、まあ、割とラウンジが守りきれるんじゃないかなと思うんで、やっぱりまあ、味噌なのは、W 側から攻めてきた敵に対してはどうやって対応していくのか。まあ、キャッスルね、ついて入ってますけど、これ、言うても、キャッスル割られたら結構終わり感あるんで、そこら辺をちょっとこう、頑張って勇気で戦うとか、そこら辺と、あとまあ、このドラゴンをマエストロの EB ライでね、戦うんですけど、結構ここ無茶な戦いと無茶な戦いなんで、この2つさえしっかりと落とすことができるのは、現地の中はまあ、大体2人いれば、守れるんじゃないかなと。ここに1人と、ここに1人。で、あとは、まあ、その W 側のプレスに人数塞いだらいいんじゃないかなというふうに思います。ということで、いかがだったでしょうか。ちょっとね、長くなってしまったんですけど、コメント欄でのリクエストありましたんで、ちょっと今回ね、こういう動画を撮らさせていただきました。ということでね、また何か解説してほしい内容とかあればね、随時コメント欄でいただければ、コメント欄見れる範囲で見てますんでね、答えていきたいと思います。それでは、最後までご視聴いただきありがとうございました。キングでした。また、レインボーニュースでお会いしましょう。バイバイ。